はいえー、とだいぶ午後も回ってきたんで眠いかと思いますけども、えー、今日ちょっと割と真面目な内容なんで、まあ、僕いつも真面目な内容なんですけどあのソ,フトを書いソフトウェアを書いてる人にとっては結構有用だと思うんですけどあの、まあ、そうじゃない人にも役に立つ話とかはあるんですが結構細部に、まあ、本当にプラグアブなソフトを書くための、えー 必要なノウハウとかそういうのをまあ割と話していきたいなと思ってるんで、えーえー、よろしくお願いしますあんまり日本人以外の人は下の部屋にいることが多いのであんまり気にしないでもいいと思うんですけどあのパワーポイントでバックスラッシュ書こうと思ったら出ないんですよ日本語版だと全部 A マークになっちゃうんで、まあ、それちょっと気持ち悪いっていう人はバックスラッシュに置き換えて読んでください えと今日はそのプラグアブルなソフトウェアっていうことについて話すんですけどちょっとこれはステルが間違ってましてえプラグアブルのプラは U なんですけどえとですねまあプラガーの話もちょっとしますけどあのえ他のソフトとの比較で,でどういう話かというと最初はまあ,あ,のあるソフトとかアプリケーションを書いててえそのソフトにプラグイン機構を追加したいとかプラグアブルな ソフトを作りたいというときに、まあ、どういうことをしたらいいのかっていう簡単なチュートリアルですね。で、まあ、後半は、えーまあ、その実際のやり方が分かったところで、まあ、実際に運用していくというかプラグインとかを作って他の人が作ったりとかしたときにどういうふうにマージしたりとかしたらいいのかっていう、まあ、そういうのを利,で利点欠点ですねいろんなやり方があるので、まあ、それをちょっと比較したりとか。 まあそういういいい感じで進めたいと思います。45分はかがあるんですけど45分いかないような気がしますので、えー、まあ気楽に聞いてくださいで、まあ、まずそのなんでプラグアブルなソフトを作りたいと思うのかあるいは既存のプラソフトをプラグインで拡張できるようにしたいのかということなんですけどいろいろ利点理由がありまして一、まあ、つはそのアプリケーションにいろんな機能をどんどん追加していこうとすると、まあ、非常に一個のソフトに い、まあ、いらない機能他の人はいらない機能とか、えー、要求に応えてどんどんつけていくとどんどん中のコードが汚くなったりとかもともとの意図していたデザインとはかけ離れたものになっていくってことがあるんで、まあ、プラグインで拡張することによってそういうことが避けられて中のコードとかデザインがシンプルなままで、えー、機能を通過していくことができるようになるということとそれから、まあ、アプリケーションのユーザーにとっても、えー、何かその既存のソフトの動作で振る舞いで えー、気に入らないところがあればプラグインでカスタマイズできるようにしとけば、まあ、中身をちょっといじったりとかパッチを当てないで機能を追加することができるかもしれないということが2点目それから、えーまあ、プラガーとかクイキーとかの例を見ると分かるんですけど結構まあそういうプラグインとかを書くっていうのはまあ面白くて、えー、いろんなハッカーの人が協力してくれたりとかするんで、まあ、自分のプラソフトをプラガーボルにすることもメリットがあるしそういう。 協力ししたい人ににとっても楽しみになるっていうところがいいのかなとでまあそのアプリケーションでこんなことできるって聞かれた時はまあプラグイン書けばできるよっていうまあそれプラですねとかですねまあ逆になんかこの機能にバグがあるんだけどって言われたらいやそれはプラグインがバグってるだけだからって、まあ、言えるんで。 そうするこういうのをデザインパターンでチェーンオブエスポロシティビティって言うんですけどえそういうふうにいいとこ尽くしなわけでまあやらない手はないということでまあじゃあ最初に既存のアプリケーションをプラグアブルにしてみようということでなんかあの一からアプリを起こしていくと面倒くさいんでなんか既存のアプリケーションをプラグアブルにしたらいいんじゃないかなと思ってちょっと例を昨日一日考えたんですけど 昨日考えて今日作ったんですけど、えー、a c っていうソフトがあって、使ってる人はどれくらいいますか僕のブログでも紹介したんで多少してるかなと思うんですけど、はい、ありがとうございます。あのー、ちょっとこれ見にくいかな、グレップ -r for programmers っていうか、グレップ r とかであのローカルなファイルシステムを検索するときに、まあ、デフォルトラウドの .svn とか cvs とか検索しちゃったりとか、 もういらないネューロファイルとかにマッチしちゃって,てなんか一回グレップしたあとにもう一回こうグレップしてそのファイル消したりとかあのグレップ V で外したりとかあると思うんですけど、まあ、そういうのに最初から対応しているプログラバーフレンドリーなグレップ置き換えツールみたいな感じですねでアクっていうのはまあフルスタックなソフトなんですよ、まあ、フルスタックってどういう意味かっていうと インストールは簡単です。依存モジュールもすごい少ないし、えー、とインストール、アップアックってシーパンシェルからやったりとか、あのターボールをダウンロードすれば全部モジュールが展開されたスクリプトが1個あるんで、それコピーすれば動きます。で設定ファイルとかもいらないし、あとはコマンドラインオプションで指定すれば動きます。だけど、問題点としては、そのアップアック,あのアックに何か機能を追加したかったら、アップのソースコードをいじってパッチを送ったりとかしなきゃいけない。でまあ、特に、まあ、例としてあげると、 まあ、無視するディレクトリのリストとかは、まあ、プログラムの中にハードコードしちゃったりとか、えー、とファイル名と言語の対応表も、えー、中に入ってます、まあ、具体的に言うとこういうふうにこのアックのソースコードの中に全部リストを書いてあるんですね別にこれが悪いっていうわけじゃなくて、まあ、これを増やそうと思ったらここに追加しなきゃいけないわけですよマッ、まあ、ピングも一緒で全部一個のハッシュの中に全部入ってますで、まあ、これはだからプラアブルにしてあの中1人内で追加できるようにすれば まあ嬉しいいいじゃないのということですねで、まあ、これもしかしてアックの作者のアンディが後から見るかもしれないんで、まあ、言い訳っていうか、まあ、別に僕は今のアックの実装がとか嫌いとか言ってるわけじゃなくて、まあ、追加したければパッチ送るし全然いいんですけど、まあ、今回の例として面白いかなと思ったんで、えー、やってみましたでまずまあ簡単なあのプラグガブル化のやり方として、まあ、クラストリガーとモジュールプラガブルっていうモジュールを使ってちょっとやってみます これ2つもシックスアパートの社員が作ったんですけどっていうかまあ1個は僕ですけどこのクラストリガーですねこれ僕が作ったやつでもともとクラス DBI についてたフック機能を他のモジュールからも使えるようにしたやつで例えばこのーというメソッドの中で CallTriggerBeforeFoo ってこれフックのフェーズの名前なんですけどで何かあって AfterFoo とかやるとで今度他のパッケージから BeforeFoo ではこのサブルーチに実行するってやるとここに来た時に実行されると。 アフターの方にはサブ2っていうのを登録しておくと後で呼ばれるとまあこれデザインパターン的に言うとオブザーバーパターンって言って Rails、まあのアクティブレコードでもこういう機能があると思うんですけどまあこれはオブザーバーとか言われてるみたいですねでモジュールプラグアブの方の使い方はこういう感じで、えー、っとただ自分のクラスの中でユースモジュールプラグアブルって書くだけなんですけどそうすると このマイクラスにプラグインつけて、えー、なんとかっていうモジュールが全部こうプラグインズメソッドで返ってきます。であとはプラグインの中で何かやりたいことを書けばいいと。まあ、基本的にはパ、えールのインストールディレクトリの中に、えー、プラグインっていう名前でファイルが入ってるかどうかをチェックするっていうのが一番、えー、き基本的な使い方です。他にもいろんな使い方あるんですけど、まあ、基本的にはそういう、えー、ものがベーシックな機能。でじゃあ今から にプラグイン機能を追加していくんですけど、えー、まずアックの機能はアックっていうファイルとあとアップアックっていうモジュールの2つに分かれててちょっと黒目の積み分けがなんか微妙に適当なんですけど今回はまずアップアックの方をいじりますまずこの3行を追加クラストリガーのモジュールをユーズしてあとモジュールフラガブルもユーズしますでリクワイア1っていうのはオプションでこれをつけておくとプラグインズっていうのを呼んだ時にそれぞれの プラグイイインファイルをリクワヤしてくれますだから一回ちょっとプラグインズっていうのをクラスメソッドで呼ぶと全部パスをガーッと調べてリクワイーしてくれるとで、まあ、今までさっき見たのがイグノアするディレクトリはこれだったんですけど、えー、ここをこういうふうに書き換えます、えー、コールトリガーっていうこれクラストリガーのメソッドでイグノアディアズ .add っていうフックの名前で、えー、このイグノアディアズって配列のリファレンスを渡します でプラグインを作る,作るとしたアップアックプラグインイグノアパールビルドディレクトリ PM これだから名前なんでもいいんですけどプラグインの下になんとか PM って形で作ってこれ普通のパールモジュールなんでパッケージ宣言してトリガーをさっきの名前と同じ名前でここのフェーズにこのサブルーチンを追加するとでこのサブルーチンの中ではイグノアディリアの配列のリファレンスが渡たってくるんでそれにまあプッシュしていると。 で同様に、えー、とソースコントロールファイルのやつは、えー、cbsrss.svn.arksjit とかやると、まあ、こうすると、えー、さっきまでこうやってハードコードされてたのが、まあ、行数はもちろん10行ぐらい増えましたけど、えー、本体をいじらなくてもこの i g n o r e a d i a s に追加したりすることができるようにこれでなったわけですねもちろんこれ a ド d って名前ですけどこの配列が渡ってきてるんで これをデリートしたりとかなんか要素を増やしたり減らしたりとかってこともできますまあもちろん名前ちょっと変えた方が分かりやすいと思うんですけどまあそういうことはできますねでファイルマッピングもこういうふうになってたやつをこういうふうに書き換えますさっきと一緒ですね、まあ、名前適当に決めてマッピング .add ってやってリファレンス渡してモジュールのプラグインの方で、えー、なんかまあ C ファミリー C, C 関係のやつのマッピングはこういう感じだよっていう拡張子とそのイ言語のタイプを指定します CSS は C じゃないですね。まあいいや。コピューしたんで <laughs>。もうこれだけで動きます。だから、もう追加したコードは、本体に追加したコードは2行だけで、えー、もう今までの機能と全く同じになって、しかも拡張可能にもなったわけですね。だからこれだけなんですけど、まあ、まあ、これだけだとただ既存の機能を控えただけなんで、もうちょっと面白いことしてみようってことで、例えば、まあ、コンテンツフィルターみたいなのを追加してみると。 今のデフォルトのアックだとバイナリーファイルの検索もできるんですけどマッチした時にはもちろんバイナリーファイルのまま検索するわけですねでマッチした時に行,行の番号とか出ないんですよファイル名だけバイナリーだから表示するとターミナルが崩れちゃうから出てこないとじゃあそれをなんとかしてみようっていうことでアックはソースコードプログラマー向けのやつなんでまあなんかバイナリーファイルの中身を検索するってことはあんまりないかもしれないですけど もしかしたらエクゼファイルをなんか排斥してとかもあるかもしれないんでそういう例にも使えるかなってことで,でこれはアック今度はアックのシェルの,あのコマンドの方のをちょっといじるんですけどこの赤い部分が通過したやつですねえもしバイナリーだったらえとフィルターバイナリーっていうフックをかけてファイルハンドルを新しく渡してあげてそれがちゃんと返ってきたら今度はこっちに対して検索を行うっていうふうに え追加しました処理を。で今度、じゃ例えば PDF ファイルをテキストだけ検索したいっていう時、a ックでやろうと思ったら、このプラグイン機構追加したんで、フック追加したんで、こういうプラグインを書きます。これはえとエクストラクトコンテン t PDF っていう名前のプラグインで、まずさっきのマッピングファイルに PDF ファイルは PDF だよっていうことを教えてあげます。こうしないと無視されちゃうんで検索で。で今度、 さっき追加したフィルターバイナリーっていうフェーズに、えー、この、えー、メソッド、コールバック関数を追加してもしファイル名が PDF で終わってたら添付、えー、ファイルを作って CAMPDF というモジュールでテキストをグラっと取ってプリントして、えー、先頭にセックして返すと、えー、やりますそうすると例えば PDF ファイルの中から、えー、モジュール検索してちゃんと表示されるようになるこれがちゃんと動きます なので、えーまあ、今までバイナリーマッチしかできなかったのがテキストを追加し、えー、取得して検索することもできるようになったと,、まあ、これちょっと時間ないんで、えー、宿題として、えー、ファイルエクストラクトってモジュールがマキさんが作ったやつがあるんですけどこれをいろんな MP3 とかビデオファイルとかから Excel ファイルとかからテキストだけ出すモジュールがあるんで、まあ、この CAMPDF って書いてあるところを置き換えればどんなメディアファイルも扱えるようになるわけですねそれから まあ一個アイディアとして思ったのはあの、まあ、アックは基本的には検索あの変換文字コードの変換とかはしないんで、えーまあ、UTF-8 以外のファイルとかを一回全部、えー、エンコード判定して UTF に置き換えてからユニーコードプロパティで検索したりとかそういうことも面白いかもしれないですねでまあ見てきたようにクラストリガーとポジュールプラガブを使うと、まあ、既存のアプリケーションをプラガブル化するのは結構簡単に。 で、きます、あ。ここまではまあいいと思うんですけど、なんか質問とかありますあとでまとめてでもいいんですが、えっ、ー、と、モジュールプラグアとクラストリガーは非常にうまく動いて、まあ、簡単にできていいんですけど、えー、両方ともなんかあの、モジュールに機能を追加するっていうのがあの実際の使われ方なんで、えー、アプリケーションにプラグ、 プラグイン機能をつけるにはちょっと物足りない部分もあります。でですね、な、ま、ん、あ、でかというと、えーまあ、プラグインがどういうふうに共同を示すかとか振る舞うかっていうのに対してもうちょっと、えー、より細かい制御が必要になることがまあ多いんですね、実際には。まあ、例えば、プラグインを複数インストールしたときにそれがどういう順番で動くのかとか、えー、プラグインは今さっきのプラグインだと PDF、 モジュールから取得するだけなんで全然設定入れないですけど例えばそれが PDF2Text っていうコマンドを使って実行するんだったらそのコマンドがどこにあるのかとか,か Java ライブラリを使うんだったらクラスパスがどこにあるんだとかそういう設定をプラグインごとにしたくなることがまああると思うんですね。うん、とか、まあ、あと、えー、開発中主に必要なんですけどプラグインを、えー、一時的に無効にししたりとか有効にしたりっていうのがまあ簡単にでき インストールしたんだけどこれいや使わないっていうのができていいかなとかあとインストールとかアップグレードをどうやって実現するかとかですねあとまあプラグインごとにストレージ、まあ、データ例えば特に Web 系のソフトとかそうだと思うんですけど、まあ、データベースに1回状態を保存してキャッシュするとかそういう機能をプラグインごとに持たせたい時にいちいちプラグインごとにそう違うファイルパスに保存したりとかするとちょっと後で管理が面倒なんで。 そそういううういいいい標準的なな方法を提供したいとか、まあ、そういういろんな要望が出てきますでまあ今回はちょっと時間もないのであんまりどういうふうにやるかっていうのは紹介しないんですけど具体的にどういうプラガブルなソフトとして知られている一応この4つを例にして、まあ、どういうふうにやってるかっていうのを紹介して、まあ、一応ヒントにはなると思うんで、まあ、さっき紹介したクラストリガーとプラガブモジュールプラガブル の例をさもうちょっと拡張して同じようなことができるかどうかっていうのも調べてみたら面白いかなと思います。まあ一応紹介するのは Wiki ソフトの区域とあと僕が作っている RSS アグリケーターのプラガーと、えー、メールサーバーソフトの QPSNTPD あとまあブログソフトの Web タイプこれ全部まあパールで書かれてるんで、まあ、比較するには面白いんじゃないかなと思います。であのカタリストのプラグインとか Web、えー、アプリケーションのフレームワークとかのプラグイン についてはは今,今回は話しませんなんでかというと、えー、カタリストとかのプラグインはプラグインじゃないんですよ、まあ、どういう意味かというと、まあ、プラグインっていうのはなんかこう挿してバッて挿したらそのまま動くっていうのがプラグインだと思うんですけどカタリストのプラグインはインストールしたらもっとコードをそれをか使って書かなきゃいけないですよねだいたいプラグインをインストールするとなんとかってメソッドが使えるようになってじゃあそれをメソッドを使ってなんかコードをどんどん書いていこうっていうだから全然プラグインじゃないんですよ 大体いい95%のプラグインはプラグインじゃなくてコンポーネントなんです大体いいが、まあ、こういう95%のスタディスティックは捏造なんですけどもで、まあ、具体的にどういうことか、えー、とさっき4つ挙げたソフトを順番に見ていきますだからカタリストとかの話はしないんで、えー、省略ということでまず区域ですね1.0について区域のプラグインはこういう形になります でまあ書いてあるところがプラグイン関係のコードなんですけど、えー、クイキープラグインっていう親クラスみたいなのがあってそれをベースで、えー、継承しますちょっと、えー、クイキーのコードインゲイのコードなんでユーズベースとかじゃないんですけどでこれが大文字と小文字で挙動が違ったりとかするんで、まあ、スピフィーなんですけど、えーまあ、これはそういう流儀だということで,で、まあ、クラスの ID とか、えー、何をするプラグインかっていうのを書いてあとコンフィグファイル のパスを指定します。これは後でまた出てくるんですが。で、レジスターっていうメタルだと、えー、プラグインの登録時に呼ばれるんで、こいつに渡ってくるレジストリーってやつをもらって、ここに例えばセーブする直前に u r l b l ル o o k っていう関数を登録するとで、あとアクションを追加するとか、CGI の,の新しい エンンドポイントを追加すするるとかあるんですちょっとこれは省略します。この赤い部分だけ見てもらえばいいと思うんですけど。実際に呼ばれる関数はまあこんなんで、まあ、これがやってることは、えーっと、古いページのコンテンツと新しいページのコンテンツを取ってきて、URL を比較して、新しい URL の中にブラックリストに登録されてるやつがあったら、あんたはブラックリスト URL 書いたからだめよっていうふうに、えーセーブ、保存しない、まあ、スパム余計ですね。 まあそういうプラグインなんですけどで、基本的にさっきも言いましたけど、こういうプラグイン機能の,そのさっきのレジスターなんとかとか、この赤いやつですね、まあ、これは基本的に、えー、クイックスプーンっていう、えー、ウェブフレームワーク、まあ、クイキでしか使ってないフレームワークなんですけど、まあ、これに実装されてます。あんまりコードは読む気しないんで見てないですけど、でインストールの仕方は、まず、えー、後で紹介しますけど、クイキのプラグインはシーパンモジュールなんで、まずそれをインストールした後に、 プラグインズっていうテキストファイルがあるんで、そこに使うモジュール名をどんどん書いていきます。で、僕はこの書いた順番に実行されると思ったんですけど、さっき聞いたら、あの、関係ないらしいです。まあ、関係ないっていうか、えー、まあ、そうですね、フックを追加するものに関しては、えー、実行順番は不定だって言ってました。で、あと、まあ、えー、一時的に無効化したければ、えー、パウンド、シャープでコメントアウトすれば、えー、動かなくなる。もう、これはシンプルですね。 でここにはコンフィグプラグインごとの設定書くとこないんですけどもし設定が欲しければ、えー、プラグインの中にこういうアムダースコア2つでファイル名書いてコンフィグ URBLYAML でこれ YAML ファイルなんでこれがキーで値ですねで、まあ、もしこれデフォルトの値になるんですけどもしーー、あのー、上書きしたければ o n フィグ .yaml に同じキーで書くとこっちが優先されますだから コンフィグスラッシュ URBLYAML をいじってもいいんですけど、これはそのどういう設定ができるかっていう、なんかリファレンスみたいにして使われてて、実際に値を上書きするときは、こっちに、大元の config.yaml に書くっていう設計になっています。まあ、これ結構面白いなと思うんですけど、まあ、問題としては同じ名前の,あのコンフィグファイル、キキーを複数のファイルで、プラグインで共有することもできるし、間違って衝突しちゃうと変なことになるっていうことがありますね。だそこに気をつける必要があります。 クイッのプラグインは CPUN モジュールなんでインストールするのは、えー、CPUN シェルからやればいい。で、これのいいところっていうのは CPUN っていうのは非常に大きなソースコードレポジトリなんであのミラーリングもしてくれるしバグトラッキングもしてくれるしインストールテストもしてくれるし、えー、そういうメイクファイルを書けば勝手にメイクファイルを書けばインストールしてくれるし デビアンパッケージとかにするのは簡単だしっていう、まあ、いろんなメリットがありますね。シーパンの既存のインフラを使うっていうメリットとあとモジュールなんでモジュールを書くとあプラグインを書くとモジュールの数が上がるんで書くモチベーションになるあの特にハッカーの人にとってはでまあ悪いところっていうのはシーパンシェルなんで、まあ、ウィンド特に Windows とかだとシー、まあ、パンシェルをコンピせちゃんと設定したいとかまあ 依存しているモジュールが CXS とか C 関係だとまあ依存を解決するのが結構大変なこともあるあと悪いところはその C パンシェルで C パンモジュールと本体が別々に配布されてるんで新しいリリースをするといろんなプラグインが動かなくなる要はちゃんとマネージされてないことが多い API が変わったりとかすると両方の API を合わせて なかったりすシーパン上でバージョンがこのバージョンとこのバージョンは動かないとかいうことがあります。でプラグインごとのストレージっていうのもとかにも、えー、区構意見があって例えばこのプラグインのオブジェクトがセルフなんですけどこれコンフィグなんとかってやると設定ファイルに書いた値が取れてきたりとかプラグインディレクトリーっていうメソッドを呼ぶとあの プラグインごとに割り当てられたエレクトリがあるんでそこに何かファイル作ったりとかできるそうするとプラグインごとにちゃんとユニークなファイルになるってのがありますで昨日プレゼントしてましたけどクイック2.0ではこのさっきの、えー、ほとんど実装はクイック1.0とほとんど一緒なんですけど、えー、プラグインが今全部インギーのサブバージョンエポジションに入ってるんで、まあ、動かなくなった時のコントロールがインギーの方でできるから、えー API に互換性のない変更がしやすくなってるだから C パンは当分使わないって言ってるのもそうなんですけどそういうところがありますね区域については以上で次プラガーについてプラガーのプラグインはこういうふうになっていて、まあ、結構区域に似てますけどこっちはちゃんと普通のファールでユーズベースプラガープラグイン継承して、まあ、レジスターってメソッドが呼ばれるのも同じで まあコンテキストが渡ってくるんで、そいつにレジスターフックで、えー、フェーズ名、フック名と対応するコールバックハンドラーを書く。これクラストリガーとほとんど似てて、なんでクラストリガーを使わないんだっていうふうにあのジェシーから言われたんですけど、えー、具体的に言うと、あのそのなんだっけ、複数の えー、コールバックを同じフェーズに入れたきに途中でアボートする仕組みとか、まあ、1回だけ実行するとか値を取ってくるとかっていうのがあのクラストリガーだとできないんでジェシー、まあ、がなんかそれやり,やりたいって言ってあの今クラストリガーの方をいじってるんですけど、まあ、そういうところがちょっとプラガーを作った時はできなかったんで、えー、独自に実装してやります。で、あのー なんかプラグインごとに設定をしたければセルフの conf っていうメソッドから設定した値が取れたりとか、えー、プラグインごとにストレージが欲しければ cash ていうメソッドに p a s s っていうおを指するとプラグインごとのストレージに invindex というファイルを作ってそこに、えー、データベースを保存したりとかそういうことができるようになります。で設定ファイルはこういうふうになっててクイッの場合はプラグインのリストと 設定ファイルが分かれてるんですけど、プラグンの場合は1個だけです、c o n f i g e n a b l 一1個だけ。で、ここの配列、フラグインズというグローバルの配列に、このモジュール、このモジュール、このモジュールっていうのを順番に書いていって、その下にフラグインごとの設定を config っていうので書いていくっていう感じですね。で、一時的に無効にしたければ disable っていうのを呼ぶと、が1って書いておくとできます。まあ、もちろんコメントアウトしてもいいんですけど、ブログがでかいときは disable1 って書くと便利っていう。 だけですねで、えー、と同じフェーズにある、えー、プラグインに関しては上から書いた順番に実行されるんで、えー、期待したその順番が重要な時はそういうふうに書く必要がありますでインストールするときプラガーのプラグインは全部プラガーのディストリビューションに入っているんで、えー、C パンからインストールするあこいちょっと間違えたななんか C パンシールでノーテストって先頭に書くとテストを実行しないでインストールできるっていうのをさっき聞いたんで 書ここうと思ったんですけどシーパンシェルだからこれダメだシーパンシェルを起動してノーテストインストールプラガーってやるとそうなるってことですね、まあ、あと SVN でチェックアウトしてこれでインストールで SVN アップでアップデートあのプラグインのアップデートってことができますねでまあこのあともなんか、えー、あると思うんですけどプラガーの実装を結構まくったソフトが結構あると思うんでまあ使いやすいプラグインの実装なのかなとは思ってますね で3つ目は QPSMTP なんですけど、えー、QPSMTP 知らない人も多いかと思うんで一応簡単に説明すると、まあ、SMTP のための m o d パールみたいなもんで、えーまあ、TCP サーバーとかフォークサーバーあと最近だとランガソケットで p a r の単体スクリプトで動く SMTP サーバーですねでデフォルトだと何もしないんですけどプラグインを追加することによって、えー、SMTP サーバー にアプリ機能,機能をどんどんん追加していくこととができるボックス昨日プレゼンしましたけどボックスでも、えー、QPSMTPD を使ってそのもうブログですねあの携帯から投稿された動画を受け取って処理するのに使ってます QPSMTPD の場合はプラグインは1個ずつフラットファイルになってて、えー、例えばこれグレーリスティングって一1個のファイルに機能が入ってるとでプラグインズってディレクトリにそれが入っていて えー、という形になってますでプラグインの書き方はこういうふうになってて、えー、フックメールこのフックのアンダースコアの後にフックの名前を書くっていう、まあ、コンベンションオーバーコンフィギュレーションみたいな感じでなん,かなんかレジスターホヤホケとかなんかでかい橋とか書かなくていいんでまあ楽は楽ですよねフックメールメールコマンドをフックしてで自分のコ,コンフィギュレーションファイルからバットメールフロムってファイルを読んで アドレスがマッチしたら受け取らないよっていう、そういうことができます。えー、ただこれフラットファイルなんですけど、実際 QPSMTP の中ではモジュールにコンパイルされています。これは実際のコードなんですけど、ここのサブっていうのが実際のファイルの中身で、ラインだったかな、まあ、どっちか分かんないけど、まあ、パッケージ自動で作って、融通してユーザーに突っ込んで、 そんでサブルーチンを書いて、そこでエヴァルするっていう、なかなか生かした実装なんですけど、えー、これテイントモードで動かしてるんで、なんかエヴァルで全部拾ってエヴァルするっていう、なんか誰かに怒られそうな実装なんですけど、まあ、まあ、実装、プラグインはまあ信頼していいっていう、まあ、インストールしないと使えないんで、まあいいかなと思うんですけど、えー、でコンフィグプラグインごとのコンフィグは、 どういうふういいにすするかというとコンフフィィグファイルをディレクトリを作りますこれはまあ今回サンプルなのでドットサンプルなんですけど本当はコンフィグスラッシュとっていうディレクトリにまず大元のプラグインズっていう名前のファイルを作りますそうするとここにまあ1行1プラグインで、えー、この場合はクレーズフィルターっていうウイルス関係のプラグインをロードしてスパムアサシンに対してこのパラメーターで渡すだからこれもプラガーと一緒でモジュール名プラグイン名とプラグイン名と あと必要であれば設定も書けるって感じですねただここに設定書く,と書くと大変になるようなプラグインの場合は別途コンフィグの下に何かファイルを勝手に作ることができてプラグイン名のファイルを作ることができて例えばこれはここのドメインから送ってくるハローはなはかダメなので無視するっていうようなプラグインだと思うんですけどこういうふうに外にファイルに書いて えっとですね、これですね。こういうふうに1行1データとしてこう配列に受け取ってとかいうことができます。まあ、プラグアーでもこれなんかアセットファイルに書いてとかっていうのがあるんですけど、それに似てますけどね。で、全部サブバージョンに入ってるんで、えー、QPSNTP のプラグインはサブバージョンでインストールすればいいと。で、最後にマ、まあ、ブルタイプなんですけど、マブルタイプのプラグインは基本的にフラットファイルで、 えーまあ、フラットファイルから、えー、モジュールを読んでインストールすることもできます。MT のプラグインコードをこういうふうになってて、えー、MT からプラグインオブジェクトを作って、まあ、これユーズするだけなんですけどユーズベースする必要はなくてユーズして作ったやつをアドプラグインしてでなんかこれがフック名でこれが優先順位プラグインオブジェクトで実際のコールバックハンドラーという形になります。でえー、とこれを さっきのやつはコメントをフィルタリングするプラグインの例なんですけどこの例だと別のやつで AddItemSetFunction アアとかアプリケーションに対して何か操作を追加するような、えー、メソッドで追加することもできますこれを実際にやると管理画面のところに何かアイテムを追加したりとかってことができるようになりますでプラグインごとの設定はもう MT 側で勝手にやってくれるんでこういう まあどんな項目が欲しいかっていうのは設定しなきゃいけないんですけどコード側でそうするとこういう UI を勝手に作ってくれてそのデータを m t のデータベースに保存してくれますで実際に取り,、えー、取り出すときもそういう API が用意されてますちょっとこれちょっと違うやつなんですけどこれはその m t プラグインごとのデータベースに保存したデータがあれば m t プラグインデータっていうのをやるとプラグインデータっていうテーブルに何か値を保存してくれますでプラグインの ID を 自分はこのプラグインだよっていうのを教えてあげて、えー、キーとバリューを設定するデータですねキーが、えーまあ、ハッシュみたいなもんなんでキーこれでデータがなんかストーラブルで保存するみたいなことになりますで順番のプラグインロードする順番のコントロールできるんですけどプラグイン側でキその優先順位を数字で書いて低い方から実装するだけなんで、えー、ユーザーごとに設定することはできませんで もう時間ちょうどいいんですけどいろいろ見てきたんですけど、まあ、フラットファイルとモジュールどっちがいいかっていうとフラットファイルはまあインストールそのダブルゲットとかカールとかでコピーしておけばいいんで、まあ、インストールするのは簡単なんだけどバージョンアップとかするときに大変かなっていう気はしますだからあの書きやすいのは書きやすいんで、まあ、シンプルなプラグイン機構にはいいかもしれないですけどでモジュールとして実装するメリットは えー、モジュールになると普通にオブジェクト思考で書けるんで例えば区域とかプラガーとかそうですけどプラグインのベースオブジェクトを作ってそこに何かユーティリティメソッドを追加すると、えー、いろんなメリットが得られたりとか、まあ、CPAN を利用することによってさっきも言いましたけどいろんなメリットがあります、まあ、ただあの依存関係を解決するのが大変だったりとかして、まあ、サブバージョンを使うとその辺のアップグレードとかは楽になりますけどまあ 初心者の人にはちょっっとと敷居が上が上るるてこももあるかもしれませんでまあ他に、えー、プラグインの実行順序とか一時的に外す機能とかプラグインごとのコンフィグとかストレージとかそういうのが使えると、えー、プラグインを書く人にとってすごい便利なのでまあ自分でそういうのを作ってみたいって人がいたらその辺を気にかけてまあ今挙げた4つの操作の実装全部、えー、ソースは見れるんでオープンソースのものがほとんどなんで、えー、見てみると 参考なななんじゃないかなと思いますでまあ URL は、まあ、CPAN のとかこの AskBeyondHansen っていう QPSMTPD の作者の人がプラグインで拡張できるパワーラープログラムのやり方っていうセッションがあってまあこれと僕のな内容はかなり似てるんですけど今日の、えー、見てみると面白いかなと思いますあと MT とか QPSMTPD クイキーのサイトからいろんなプラグインの例が見れるんで、まあ、面白いかなと。 思います、えー。以上なんですけど、何か質問とかありますか。質問ある方いらっしゃいますか。えっとプラグインの数が増えてくると結構機能的にもコンフリクトしたりすることを気にしなきゃいけなくなると思うんですけど、なんかそういうのに関して気につけ気をつけることとかっていうのはありますか。そうですね。そのさっき そのクイキとかの例がそうだと思うんですけどその開発者同士で、えー、機能がコンフリクトしたりとかあるいはメインリーダーの開発者の人がどういうプラグインがあるかっていうのを把握してなかったりすると結構そういうことは起こりやすいんで、まあ、さっき言ったサブバージョンに全部一箇所に集約してしまうっていうのは、まあ、そういう意味ではあの開発者の,ませあの責任の範囲ではになっちゃうんですけど、まあ、コントロールはしやすいかなと思います。ただ あのプラグインを書く敷居が上がっちゃうってことはまああると思うんですけどねそれによってはいありがとうございます他に質問ありますかはい、はい、でははいありがとうございました。